トラの時間がやってまいりました。今私は上信越自動車道の横川サービスエリアに来ています。こちら荻野屋さん、釜飯で有名なんだって。しかもね、変わったものがね、店内に置いてあるんで、今から行ってみたいと思います。わあ、もう見えるよ。もうわかるかな。うわ、見えた、見て見て見て、すごくない？高崎、大宮、上野方面、うん、中入れる、すごいよ、レトロ。ほら見て、これね、横川駅に昭和30年代に実際走ってた電車なんだって。本物だよ。こうなってんの、すごいね。そしてこちらは、うわあ、ねえ、何、あ、これがテーブルをわざとつけたんだよね。ね、こういう感じ。うわ、あ、すごい。ね、中でバネ感がすごい。下の方にボヨンボヨンって、ボヨンボヨンしてるバネ。あ、今私あんまり電車乗らないからわかんないけど、こういうのあるの、こういうの。ね。これは後付けにしてもさ、今こういうじゃないでしょ。本当に電話線乗らないか分かんない。こういうの、こういうのあった、これ。知ってる？知らないね、若い人ね。すごいレトロ。はっ、何あれ、わかる、これこれこれね、回るじゃん。でこうバタンバタンってこう、バタンバタンって自分のところに来た時に髪がこうなるじゃんね。だいたいヤンキー君はこの扇風機嫌がる、当時。はあ、すごいねえ。へえ、これはおしゃれだね。ここは何だって、サービスエリアだよ。ここで食事していいのかね。エチケットスペースって書いてあるから休憩できるんだよね。すごい、レトロじゃない。これいいよ、これすごくない？ほら、荻野屋さん、駅弁をやってたんだよ、販売。見て、ほら、昭和の人たち、こうやって駅弁配ってたんだよ。なんか古いもんね、この髪型。これ、だから昔、駅弁だったんでしょ？結構値段はね、1400円とか1700円で、ちょっとサイズが小さいから、どうなんだろう、男の人じゃちょっと足りないかもしれないけど、美味しいはず。そんなに広くないんだけど、すごい。これは子供も喜びそう、ね。埼玉の人が長野方面に向かっていくと逆側なんで、まあ、長野の方に遊びに行って帰り、ぜひ横川サービスエリアに寄って見てください。じゃあね。Days I do remember, we were running still, had the whole world out.